アブーバクルムハンマドイブンザカリヤー・ラーズイは、ペルシャの錬金術師、科学者、哲学者、医師、学者。ラテン語化された、ラーゼスでも知られる。アブー・ライハーン・アルビール・ニーによると、ラーズイは、イランのレイで865年に生まれ、925年に、そこで亡くなった。ラーズイは、医学、錬金術、哲学の基礎を作り、貢献した。 様々な科学分野で論文を書き、書いた本は記録されているだけでも184冊以上ある。彼はペルシャ、古代ギリシア、インドの医学にも精通しており、観測や発見によって医学に多くの進歩をもたらした。ラーズイーは実用医学の初期の賛成者にして、小児科学の父でもあり、脳神経外科学と眼科学の開拓者でもあった。 錬金術師としてのラーズイは、硫酸の研究を行ったことが知られている。ラーズイは、エタノールも発見し、医学に用いるためのエタノールの生成も行った。天然痘とマシンの書では、マシンと天然痘について記述し、ヨーロッパに大きな影響を与えた。ダウツ・アバウト・ゲールンでは、経験的な方法から4体液節の誤りを初めて証明した。 バグダードに実験室を構えていたラーズイは、広範囲にわたって旅をし、支配者や王子たちに仕えていた。医学の教師としても、ラーズイは、すべての学科の生徒たちに愛され、患者が貧しかろうと金持ちであろうと、情け深く接した。現代のテヘランにあるラジ・インスティチュートやケルマーンシャーに、あるラジ・ユニバーシティは、 ラーズイの名から取られたものであり、毎年8月27日は、ラーズイの日に定められている。ナザー、サイエンスシビライゼーション・イン・イスラーム、シーレイジーズ・ザ・シークレット・オブ・シークレッツ、P273、オルソー・ピアニッシも、197から200、アナワチ、エルアルシャミー・アラベインレスト。ありがとうございます。